朝5時半、手作りの笹餅を自転車に乗せ直売所へやってくるおばあちゃんがいます。桑田美佐夫さん、88歳です。笹餅は2個入りで110円。6時から開くこの直売所には早朝にもかかわらず、美佐夫さんの笹餅を心待ちにしているファンが多くいます。50袋持ってきたこの日はわずか20分で売り切れました。美味しいよな。これは毎回買われてるんですか？そうです、美味しいですよ。すごく美味しいですよ。あの、一つ買って食べてみません？美佐夫さんの笹餅はこの津軽地方に伝わる独特のもの。もち米の粉にあんなどを混ぜてから蒸し、笹の葉に包みます。もっちりとした食感と優しい甘さが特徴です。まあ、この辺はね、あのどこの家庭でもやってたの。だからね、母もね、あのよく作って食べさせてくれたんですよ。美佐夫さんは60歳を過ぎてから笹餅を作り始め、75歳の時自己資金で加工所を開設、本格的に起業しました。今の年齢っていうことね、そんなに考えないんですよ。どっかおかしいんでしょうね。の一日一日、その日その日に何か売ることばっかしでしょう。今だに80過ぎて、それでももう皆さんから教わることが、学ぶことがいっぱいなんですよ。だからね、それが楽しいのね。美佐夫さんの笹餅作りは今、後継者の育成や被災地への支援など世代や地域を超えて大きな広がりを見せています。美佐夫さんの笹餅には母への感謝やふるさとの思い出、そして食べる人の幸せを願うたくさんの思いが込められているのです。青森県五所川原市、人口5万7000人ほどの津軽地方の中核都市です。美佐夫さんが住む旧金木町は文豪太宰治のふるさととして知られています。町を走るローカル線津軽鉄道、美佐夫さんは津軽鉄道が冬に運行するストーブ列車で笹餅を売り、民謡などで観光客をもてなす姿がテレビなどで取り上げられ、一躍有名人になりました。美佐夫さんは75歳の時に建てたこの加工所で一人で笹餅を作っています。直売所で週2回ほど、およそ100個を販売するほか、地元スーパーへの出荷、そして全国から寄せられる個別の注文にも応えています。美佐夫さんの一日は早い時で朝3時から、前日作った笹餅の袋詰めなどをして5時半に直売所へ出荷します。昼には山へ行き、自分で笹を収穫、夕方から笹餅を作り始め、作業は深夜にまで及ぶこともしばしばです。美佐夫さんは生まれる前に父が他界し、女手一つで育てられました。母と過ごす時間が何より幸せで、たくさんのことを教わったといいます。家族のうちではそんなに器用な方でないんだけども、だからほら、母がいつも言うの、10本の指が隣の山なんだよって言い聞かせながら、そういうふうにやった、教えてくれたんだけどね。19歳で結婚した美佐夫さんは、さまざまな仕事をしながら子
子供たちを育て上げました。定年退職後は農産物直売所の立ち上げに参加。この頃から笹餅を作り始めました。そしてそれが徐々に評判となり、平成14年75歳の時に加工所を設立。保健所から菓子製造業の許可を得て本格的に起業したのです。笹餅を作り始めて20年以上、その間には多くの出会いがありました。今では笹餅を通じて三沢さんのファンになった人からたくさんの手紙やプレゼントが送られてきます。いつも頑張っていらっしゃる三沢様いって本当に感心してしまいます。どうぞお体をくれぐれも大切になさってくださいませって、本当にね、私って幸せに、本当そう思うの。なんでこんなに人にからね恵みを受けるんだろうって。だから返すことって誰にと返すって、それも続くわけでないから、せめてもの、お餅だけでも、今まで通りお値段たとえ10円でも上げないで、ずっと地元の方に食べてもらおうかなと思って。三沢さんを有名にしたストーブ列車での販売は、地元の女性たちによる津鉄応援直売会の活動の一環です。この直売会は、利用者が減り低迷していた津軽鉄道を盛り上げようと、農家などの女性を中心に平成18年に結成。列車内や駅での地場産品の販売や様々なイベントを行っており、三沢さんは結成当初から参加しています。団体さんで来るときに、桑田の、おばあちゃま乗られるんですかとか言って、電話で聞いてくる方もいらしたり、研究も熱心なんだろうし、それからやっぱりいつも何かしてなきゃっていう感じの、津軽を代表するようなおばあちゃまかもしれませんね。三沢さんはメンバーの中で最年長、会のシンボルのような存在です。もはおばあちゃんだべな、みんなの憧れの的だと思う。もうすごく明るくて、すごくみんなにね、何でも自分の技とか教えてくれる人です。クワタさんは私は若い人と一緒にあれってパンもらっちゅうし、それ反対だと私はクワタさんもらっちゅうした感じです。そういう感じだな、本当に。平成23年3月11日、東北地方を襲った東日本大震災。甚大な被害に心を痛めた三沢さんは、千羽鶴の代わりに1000個の笹餅を被災地に送ろうと思い立ちました。ある特別養護老人ホームに泡餅持って芋に行ったことあったんですよ。おばあちゃんが涙を流して喜んでくださったんです。あ、そうだ、私にも笹餅だったら食べさせることできるんだ。この思いに賛同し協力したのが、震災前から交流があった東京家政学院大学教授の上村京子さんです。上村さんは卒業生などのつてをたどって笹餅の送り先を探し、震災翌年の春、岩手県立高田高校など3カ所に合計1000個の笹餅が届けられました。その後、笹餅を食べた高校生たちからのたくさんのお礼の言葉と写真が三沢さんのもとに送られてきました。もう75歳で授業を始めたって、それを聞いただけで感動しましたって。僕たちはまだ若いって、僕たちはもうより異常の復興させますというね、お手紙でいただきましたし、笹餅食べるにも縁がいっ
ぱいの笑顔でしたので、あ、こんなに喜んでもらうんだったら3年間続けよう。協力者である上村さんは家庭生活を土台により良い暮らしを目指す家政学を研究しています。自分で笹を取り、小豆作りで笹餅を作るって一人六次産業をやってらっしゃると。今なくなりそうなこう手作りの価値を産業化して残していく、とても魅力的な六次産業をされてらっしゃるな。このプロジェクトを機に大学でのミサオさんの講演や学生たちとの交流なども生まれました。ミサオさんの生き様から若い学生たちが学ぶものは多いと上村さんは言います。こういう形で年を取るっていうことの素晴らしさを学生たちは体験をすると思うんです。単に笹餅作りということだけではなくて、普遍的に私たちは何を学んでるんだっていうのが学生さんにいろんな影響が出てくると思うんです。6月下旬、この日ミサオさんは笹餅作りの講師を務めます。この会は津軽地方で農業や漁業の分野で活躍する女性たちが集まり、情報交換などを行う場として青森県の西北地域県民局が主催しているものです。皆さんこんにちは。こんにちは。皆さんのには満足しないことも多々あると思いますけども、何せおばあちゃんということでお許しいただければと思っております。どうかよろしくお願いいたします。ミサオさんの笹餅は母親から教わった作り方に加え、長年の試行錯誤の末にたどり着いた工夫がいっぱい詰まっています。メモを取ったり質問したり、皆さんミサオさんの技を吸収しようと真剣です。最後はお得意の民謡を披露し締めくくりました。やっぱり若い人は若い人なりのやり方もあるんですけど、そういういい手っこは続けていってもらいたいなと思います。いろんなコツをそれぞれ教えてくれて、それがとっても嬉しかったです。で、家に帰ってもまたすぐやってみたいと思いました。笹餅作りを通して人々に元気を与える桑田美佐夫さんの活動は高く評価され、平成26年度ふるさと作り大賞個人表彰を受賞しました。美佐夫さんのもとにはその技を教えてほしいとたくさんの人が笹餅作りを習いに来ます。美佐夫さんはそうした人たちに自分の技を惜しみなく伝えています。日本全体へ一人でも何かを、ね、求めようとしている方がいるとするならば、他県の方であってでも、その方はその方の味として、その地域に貢献できるんだったら、それはそれですごいことでないでしょうが、私にできたことをできてることは皆さんにはもっともっといいものできると信じています。手作りの温かさ、人の幸せを願う気持ち、心がこもった笹餅とそれを作る美佐夫さんの姿は私たちにたくさんのことを語りかけています。